い、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目の兄貴、金田ロッキーです。さあ今日はですね、12月21日から12月27日までの皆様の誕生月別占い、1月生まれから12月生まれの運勢出したいと思いますけれども、こちらのタロットカードで運勢そのものを出して、こちらの和尚禅タロットカードでこちらで出た目に対する提案出していきたいと思いますけれども、さあもうね、12月も終わりですよね。いろいろあった2020年終わりですよね。まあ本当にいつもあの震災以来ぐらいですかね、日本も大変なの、まあ大変な中でもね、逆に良かった人、もうもろコロナの影響を受けた方、いろいろおられると思いますけれども、まあここでのね、学びはまた未来に生かしていけばいいかなと思うんですけども、あのね、12月ってね、次の年が僕2月生まれなんで、2月の頭、2月6日生まれなんで、まあ節分で変わるのか誕生日で運勢変わるのか、大体僕誕生日で変わると呼んでるんですけれども、もし来年が悪いならこの12月から悪いのが来だすんですよ。でね、特に今年、例えば2020年ずっと悪かった方、12月頃にもう一回悪いことバーンあったとしたら、それで多分もうこのなんというか2020年、この今年の悪いのはもうチャラになるぐらいな感じになるんちゃうかな。で年明けて徐々にようなっていく、で今年が良かった上で最後の12月にちょっと悪いの来たりしたら来年要注意なんですよね。僕は今までこう52年生きてきた中で運気の1年の運気の流れ、そんな感じで来ることが多いので、そうですよね。で悪い年はまあね、誰か親戚亡くなるのがこう重なったりね、自分自身も怪我があったりね、そんなありますね。はい、ということで、今週はですね、まだ週間占いなんですけれども、1週間の皆様の運勢、はい、こちら2つのタロットカードで出していきたいと思います。はい、ではまずこちらのタロットカードで運勢そのものを出していきます。はい、運勢そのものは全て出揃いましたので、こちらの和尚禅タロットカードでこの出た目に対する提案出していきたいと思います。はい、では全て出揃いました。解説していきます。はい、1月生まれの方、節制のカードの逆地とアバンダンス、豊かさのカードが出ております。あのちょっとね、豊かには思ってるのかもわかんないですけれども、実際節制できてないですよ。食べ過ぎ、はい、楽しいです。幸せ、幸福感感じます。飲み過ぎもそうです。幸せやな、感じます。だからね、そんな食べ過ぎた、飲み過ぎたなるでしょ。はい、お金使ってる時もそうです。ああ幸せやな、後からちょっと使いすぎた、はい、そうならないように気をつけてくださいってことですよね。そのまああなたが感じてる豊かさは、まあ、見せかけだけのものかもしれません。それも冷静にちょっと考えてみて、もしそうならば本当にね、まあ、あの幸せやったらいいんですけれども、あのちょっとね、ちょっとやりすぎてるなって思うことがあったら自重してみてください。はい、2月生まれの方、恋人のカードの正位置とペイシェンス、我慢のカードが出ております。いいもの、いい人出会いますけれども、ちょっと忙しかったらね、それをものにできない、そんなことがあったりもしますし、はい、あの冷静に考えてね、この出会ったもの、人、これを生かしていくためにはどうしたらいいのか、はい、やらなあかんこといっぱいあると思うんでね、そこを冷静に考えて、ほっといたってね、ポンポンポンとうまいこといくこともあれば、自分が働きかけてうまいこといくことも多々あると思いますので、そのうまいこと生かすための方法、はい、手段、心構え、はい、その辺に重点を置いていけば、その出会ったもの、出会った人とのその関係をね、さらに、利益のあるものに変えていくことができると思います。はい、3月生まれの方、スターのカードの逆位置と一瞬から一瞬へのカードが出ております。
ちょっとね、希望見えない状態、はい、これをうまく活かせるためにはどうしたらええんやろう。ここまでで、こうね、最初から今まで、やってきたことをもう一回振り返ってみて、その悪い部分をはしょる、悪い部分を改善する、そうしていけば希望見えてくる、はい、そういうことやと思いますからね。冷静に考えて、ここまでの一瞬から一瞬へ全部ちょっとね、もう一回顧みて、良くするためにはどうしたらいいのか考えてみてはいかがでしょうか。はい、4月生まれの方、マジシャンのカードの聖地とワイプネス、充実のカードが出ております。まあ、努力してくださいね。そうすれば充実します。お金も入ってきます。もうなんかその通りなんですけれども、はい、いう方には動いていると思いますからね。努力不足とかもっとやらなあかんのちゃうかみたいな感じではないと思いますので、はい、言ってる方向性はいいと思います。さらにそれをね、果実として収穫するには、身になるためには、はい、お金にするためには、収益にするにはどうしたらいいのか、はい、きちっとやるべきこと、あ、これやったらええなというのは、まあ大体も分かってらっしゃると思いますのでね、それをコツコツやっていってください。頑張ってください。はい、5月生まれの方、世界のカードの聖地と過去性のカードが出ております。まあもう羽ばたいてくださいね。羽ばたくにしろ、まあ過去のちょっと行いがね、こう影響してくると思いますので、まあまあまあここでね、まあ普通に 言っていいことしてきた人、努力してきた人はそれが実を結んで外に羽ばたけると思いますけれども、羽ばたけないという方はその羽ばたけない理由をちゃんと考えてみて、羽ばたけるようにね、ちょっとここまでやってきた中で、悪いことを改善したら羽ばたけます。外に飛び出せますので、はい、そんな感じでね、やってみてください。まあ動くべき時、うん、やとは思いますので、はい、外に出た方がこれ、いい方に動いていくと思いますので、はい、その動けないなら動けないなりに、動くためにはどうしたらいいのか考えてみれば人生良くなると思います。はい、6月生まれの方、太陽のカードの逆位置とシェアリングのカードが出ております。ね、ちょっと太陽さんさんじゃない、楽しくないなやねんけれども、自分勝手でね、考えるんじゃなしに、いいことが起こったことも、他人とね、共有する、はい、お金が入ったならおごってあげる、はい、そんな感じでね、まあちょっとプラス良くないこともね、今うまいこと言ってないなら、それもちょっと共有してもらう。どうしたらええいうのをね、まあ誰も嫌なことで共有するの嫌でしょうけれども、ちょっとまあどうしたらいいという意見ね、聞いてみたらいかがでしょうか。世話焼きの人やったらね、いろいろ相談に乗ってくれると思いますし、うん、僕なんかそうやからね、はい、ね、めんどくさいな思ったって、もしゃあないなこいつらのためや思ってね、やること多々ありますので、はい、そんな感じでね、そういう人もいますので、いろんな人にちょっと意見求めてみてね、太陽さんさんになるように、はい、してください。良くなったら良くなったらそれを還元していけばいいんですからね、はい、そういった感じで動いてみてください。はい、7月生まれの方、皇帝のカードの逆位置とポシビリティス、可能性のカードが出ております。ちょっと自分本位のことできてないかもわかんないですけれども、可能性はまだ残っております。諦めるのは早いです。まあちょっとね、あなたがこうしたいっていうのはただのもうわがままだけなのかもわかんないですし、うまいこと活かせるためにはわがまま捨てなあかんのかもわかんないですし、そうすることによってこうね、自分本位のことを進められるようになると思います。はい、そんな感じでね、可能性は残っておりますので、その可能性とやらは何なのか、はい、それをね、冷静に判断して、はい、その可能性の部分をつっついてみてください。8月生まれの方、ジャスティスのカードの聖地とバーデン、重荷のカードが出ております。さらにバランスよくするためには、もういらんものを下ろさなあかんのちゃうか、はい、バランスよく見せてても、片方でちょっと無理してるからバランス取れてるっていう風にね、なってるかもわかんないので、ちょっとしんどいなら、そのしんどい部分をちょっと下ろしてみてください。さらにきちっとしたバランス取れるようになると思いますから、はい、そんな感じでね、無理は決してしないでください。9月生まれの方、愚者のカードの逆位置とクリングトゥザパスト、過去への執着のカードが出ております。これね、前にちょっと進めないのは
過去を捨てた方、過去の良かった時のことを捨てた方がいいのか、あるいはちょっと良くなってない人は、過去の良かった時のことをもう一回試してみればいいのか、うん、これちょっと二通り取り方あるんですけれども、はい、それ自分で考えてみてくださいね。よく分かんなかった指揮者の人から意見しっかりもらってもいいと思いますし、はい、ちょっと五分五分の意見になっちゃいますけれども、過去に執着するのか過去を完全に捨てるのか、はい、そんな感じだと思いますので、いずれかをやる実践することによって、人生良くなりますからね。はい、そこを判断してみてください。はい、10月生まれの方、運命の歯車の逆打ちとコンプリーション、完成のカードが出ております。歯車ちょっと回ってないね、完成までもうちょいなんですけれどもね、あたふたせずに、ここでもあたふたしてしまうと、せっかく完成しかけてたものがここまでの道のりが全部無駄になってしまいますからね、その道のりを無駄にしないための方法というのを考えてみてください。あと一歩です。はい、もうゴールは間近やのにね、油断したらもう崖から転げ落ちてしまう、はい、そういうことになってしまわないように気をつけてください。はい、11月生まれの方、月のカードの逆位置とエグジスタンス、存在のカードが出ております。A4 にぼちぼち動き出します。で、あなたがやろうとしていることの意義、あなた自身のこの存在価値、はい、そこの部分をはっきりさせて、これ俺がこうやることによってどうなるのか、はい、その辺をしっかりさせてね、目標きっちり、持った方が、さらに明確な答えに、動き出すと思いますので、はい、そんな感じでこの1週間過ごしてみてください。12月生まれの方、強行のカードの逆位置とパティシペーション、参加のカードが出ております。ちょっと就職や大きい契約ごと、大きな決め事はちょっと控えてくださいね。ただそれやることにはきちっと意義あると思いますので、はい、それ参加すること、それやることによってどうなっていくのか、はい、今ちょっとうまいこと言ってないですけど、それを良くするため、契約大きいことをやるためにはどうしたらいいのか、はい、完成させるため、うまくいかせるための方法をね、見つければいいと思います。それやってること自体はいいと思います。ただきちっとうまくいかせるための方法を模索してみてください。はい、いかがでしたでしょうかね。今日までちょっと寒かったんですけれどもね、今週ちょっと暖かいのかな、東京地方、まあ全国的にそうなんでしょうか。はい、そんな感じでね、風邪ひかないように、コロナならないように、手洗いうがいしっかりしてくださいね。まあ、ならない体質の人も、まあね、用心するに越したことはないので、年末年始楽しい時にね、風邪ひいてしまったら元も子もありません。食べ過ぎない、飲み過ぎないように気をつけてください。はい、ということで、今年も残すところ1週間半ぐらいか、10日11日ぐらいかな、はい、そんな感じでございますので、終わりよければ全てよし、素晴らしいこの 10日間、11日間ぐらいを過ごしてくださいということです。はい、ご視聴ありがとうございました。占いラッキーキャット、まだまだ営業中ですよ。来年のこと知りたい方、どしどし、はい、LINE のね、遠隔占い、対面占い、お店の方も来てくださいね。ではまたお会いしましょう。さようなら。ロッキー T シャツ販売中です。幸運になるぜ。バイバーイ。